しになった熊に気づいた。ああ、うだつ上がらないこの日々に抗い、首輪のように巻いたネクタイを外す術を今知りたい。相談したいけど先生は遠出、話したいけどあいつはどこへ。いるのが当たり前になってた。一人だとやけに静かなこの部屋、ちぐりじあに水をやろう、しくじりは水に流そう。期待に応えたいんだ俺も、これからも聞きたい二人の声を。黄昏